ここの設定のですね、ロックスクリーンの画面で、ここのインスタントカメラっていうやつをオンにしておくと、画面が暗い状態から音量ボタンをダブルクリックすることでカメラが起動するようになります。で、そのスピードをちょっと見てみたいと思います。カメラを一旦終了させておいて、で、画面を暗くして、で、ダブルクリックしますね。こんな感じですね。もう一回やってみましょうか。この状態から、うん。で、ちなみに、この状態から普通にカメラを起動するとどれぐらいかと。まずは、カメラを一旦終了させて、カメラを起動します。おりゃ。こんな感じだね。もう一回やってみますか。ホームまで行ってカメラと。うん。こんな感じです。これね、まあこダブルクリックした時にカメラが起動しましたよっていうお知らせが来ないんですよ。普通ね、起動した時に振動してお知らせしてくれるんですよ。それがないのは残念だな。それはないと非常に。